はい、皆さんどうもこんにちは。リムと申します。本日もよろしくお願いいたします。はい。今回は、御殿場のね、アウトレットの方にちょっと行ってまいりまして、まあ10月の中旬ぐらいなんですけど、まあその時の情報をお届けをさせていただきたいなと思います。まあ、ささやかながら購入品もあるんで、これ最後にご紹介をさせていただこうと思うんですけど、まずね、その御殿場のアウトレット行く前に、その近くにあるユニクロさん、ちょうどアンダーソンとのコラボ発売日だったんで、チャンネル手伝わせてもらってる添い寝くんと二人でちょっと行ってきたんですけど、もうオープン前から待機して、オープンと同時にお店に入りました。もうね、その時点で商品がない。その日発売だったコラボの商品がもう S サイズ各1枚とか、多分全商品も揃ってなかったと思うし、もうね、コラボ商品はね、ほぼ入らない店舗さんですね。なので、まあ僕らみたいにそのコラボの商品を見たいというお客様には、ちょっと期待ができない店舗さんだなと思いました。確かに店舗もね、小さいんで、しょうがないかなと思うんですけど、いや、それにしても各アイテム、各サイズ、各1みたいな、各サイズじゃないな、S サイズだけとか、そんな感じだったんで、いやいや、せめて2サイズ、3サイズぐらいは揃えてほしいなっていうのが正直な感想でした。なので、まあそういうコラボ商品、ユニクロさんのね、見たいっていう方はそこの店舗さん行っていただいてもあんまりないんで、違う店舗さんに行っていただいたらなと思いました。まあ普段自分たちが見てるのがね、大型店でかなり大きい店舗なんで、そこと比較しちゃうとちょっとかわいそうなんですけど、いや、にしても展開するんだったらちゃんとやってよっていう感じの印象でしたね。で、その後に御殿場のアウトレットにそのまま行ったんですけど、で、御殿場のアウトレットもその10月中旬行ったのがね、なんですけど、少し前にそのアウトレット全体のセールがあったりとか、まあそういうのもあってか、やはり全体的にちょっと商品量が少なく感じました。普段あんまり他の店舗さんをまじまじこう見ないんですけど、まあ今回は添根くんと二人だったんで、例えばマルジェラ見たりとか、マリ見たりとか、ジルサンダー見たりとか、まあいつもあんまり見ない店舗さんも含めて見てきたんですけど、どこもやっぱり少ないですね。商品自体が。なんとなく。なんか、例えばマジュラだったら、靴が結構充実してたりとかあるんですけど、まぁ、今回もリーボックのコラボのものがあったりとか、一部そういう商品はあったりもするんですけど、ガラスケースの中の小物が少なかったりとか、結構そういう印象を受けました。それで、プラドとかもそうだし、まあまあ、その、売れてしまって今入荷のない時期なのかなという印象を受けた感じなので、この10月、本当にお買い物目当てで行く方は、ちょっと期待外れになるケースもあるかもしれないです。もちろんね、お探しのものがたまたま安くある。まあそんなこともあるとは思うんで、すべてがすべてではないと思うんですけど、一応、そういう印象ですね、全体的に。例えばナイキとかアディダスとか、まあその辺のスポーツブランドに関しては、通常通り商品ある感じだし、まあその中にお好みのものがあるかっていうところだとは思うんですけど、そんな感じですね。で、今回購入してきたのがこの、グッチなんですけど、グッチに関しては、少し前に商品入荷案内をいただいてて、まあそれも含めてちょっと今回行ってきたんですけど、で、実はその商品入荷の中に、個人的に欲しいものはそんなになくって、ただ一応情報はいただいてるので、商品入荷情報はボスの方がまた編集してくれると思うんで、それ編集でき次第、入荷情報の動画として、公開させていただきますので、ぜひ、グッチのね、入荷情報を見たいという方はチャンネル登録いただいて、それも見ていただけたらなと思います。前回までのものは、もう動画として公開してるんで、それもご覧いただけると思います。実際ね、その入荷案内いただいたものが結構店頭には入ってて、結構今回ね、カジュアル系なそのスウェットだったり、ジャージだったりとか、比較的こう、着やすいものというか、そういうものが多いと思うんで、好きな方にはいいのかなと。前回入荷してたスニーカー類とかもまだまだ結構店頭にありました。値引き率はね、多分 40% 前後のものがほとんどだと思います。で、さらにまた、この今回見たのの先にまた入荷情報もあるらしいんで、まあそれもまたいただき次第、何か動画にできればいいかなと思ってます。で、そんな中ね、その欲しいものが、もともと、その中にはないのが分かっていて、今回は行ってきたんですけど、この小さい袋で何を購入してきたか。サングラス買ってきました。実はサングラスとか、アクセサリーもちょっと聞いてみたんですけど、全然入荷がないらしくて、グッチも他のブランドと変わらずですね、小物類がかなり減ってました。財布とかそういうもの。
なので、こういったサングラスとか、アクセサリー類とか、もう、ここのところ入荷してないらしいんです。もちろんね、新規商品が多少入ってはいるんですけど、本当にごくわずかで。で、これなんで購入したかっていうと、安かったんです。値段が、税込みで 15,400円。いつだろう、結構前なんですけどね、サングラス何個かまとめ買いして、その時はやっぱり1個2万円前後ぐらい安いもので。で、高いものだと当然、4、5万はするんで、アウトレットでもね。で、今回一番高いのだともっと全然高いものもあったんですけど、新しい商品だと。まあそんな中1万5000円。まあ値段で買ったわけじゃないんですけど、いくつかその安いモデルがあって、グッチのメガネって結構ヘンテコなやつ多いんですよね、サングラス特に。で、コレクションで使われるようなものとか、デザイン的にちょっと、なんていうのかな、癖のあるものが多くて、まあそんなものが欲しいなっていう中で値段も安くなってたんで今回これ買ったんですけど、こちらです。もう結構おじさんチックなブラウンのレンズで、まあクリア系のレンズなんで、まあ秋から今はねかけるにはちょうどいいのかなと思って購入しました。あ、実際かけるとこんな感じで結構癖あると思うんですよね。なんか単純にこのサングラスとしてかっこいいっていうよりはちょっと癖がある感じのデザインじゃないかなと思います。かなり大きいタイプなんですけど、自分がね結構顔、横幅あるんで、あまり大きく見えないですけど、非常にこうボリューム感のあるサングラス。で、まあ今からその秋冬自分が着ようと思ってるコートだとか、ニットとか、まあそういう類のものにちょっと味付けするのにはいいのかなと。今多分皆さんマスクもするんであまりサングラスってかけないことの方が多いかもしれないんですけど、まあこういうなんかファッションアイテムとしては、やっぱりいいのかなと思ったりもします。このフレームゴールドでブラウンなんで非常にこうクラシックな印象のものなんですけど、色によってだから値段が違うんですよ。やはり一番人気のある黒系のものはちょっと高めになってたりとか、たまたまこれとブルー系のレンズのものでちょっと気になったものがあったんですけど、まあ今回ちょっと茶系のものって持ってないんで、かつその今自分の持っている小物とか、茶系のものとかにちょっと合わせようかなと思って今回はこれにしました。いや、正直その、グッチのサングラスで1万5000円ってなかなかならないと思うし、これ多分底値だと思うんですよね。なんで、そう、いつも言うようにその値段だけじゃないんですけど、せっかくアウトレットで買うし、その、基本的には安いものの方がいいって思ってるんです。どんなものでも。ハイブランドでも古着でも。高いものがいいとは思ってないんで、できるだけ安く買いたいと思ってるし、その値段と物のバランスが取れてるかどうかっていうのは自分にとっては結構重要なところなんで、まあ人それぞれね、その物を選ぶとき買うときの基準はあると思うんですけど、今その、グッチ含めてそのプラダもそうですし、もう値上がり半端ないじゃないですかね、ハイブランド。プロパー商品の値上がりが半端ないんで、当然アウトレットに降りてくるものもかなり高いんですよ。なので、その値段じゃない値段じゃないとは言いながらも、そこもかなり重要な要素に今はなってるのかなと。もともとお金持ってらっしゃってね、ボコボコ買える方たちは全然その辺は関係ないと思うんですけど、やはりその、自分のように洋服好きで、ちょっと無理して買おうって思ってらっしゃる方たちにとっては、今年数回値上がった値上がりってかなり大きな問題だと思うんですよ。そう、果たしてプロパーであれがどの程度出るのか本当わかんないですけど、まあ自分の中ではそのプロパーで買ってもいいなって思えるものもぐっと減ってしまって、アウトレットに来るものもなかなかちょっと高いと手が出しにくいなと。ちなみにグッチ今回入ってるもの 40% オフですけど、多分次回以降はもっと値下げされないと思うんです。その辺も含めて今回なんかうちで情報を出したものに関しては、まあ値段とかうまく折り合いがつくものはね、サイズがなくなる前に店頭ぜひ行っていただいてご確認いただけたらなと思いました。はい。まあそう、そんな中にも今はまだこういう再値下げみたいなものがあったりしますから、同じ枠の中でも高いもの安いものあるんでね、実際手に取っていただいて値段確認していただいて損のないお買い物をしていただけたらなと思いました。はい。ということで今回はね、御殿場アウトレットの情報と購入品のグッチのこのサングラスご紹介をさせていただきました。はい。ということでね、最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。